週末の週末はこちら。はい、どうもこんにちは、レッツです。ということで本日はもうだいぶ恒例になってまいりました、週末といえば週末の日でございます。最近これちょっと上手くなってない？前こうなってたもん。でね、みんな週末といえばもう島場と上がるんだろうなって楽しみにしてくれてるときっと思うんですよ。俺もね、それを期待してるんですけど。でね、もう島場と活動した日はもう俺は心が満たされるわけよ。でもまだ買ってきてから開封してないから、まだ心の満たされは 50%。ということで今日の残りの 50% も満たして 100% にしていきたいと思います。で、今日もね、めちゃめちゃ実用的で可愛いものがたくさんあったので、今日はそちらをご紹介していきたいと思います。今回は結構キャラモノ強めよってことで買ってきたのがチュルン、こちら。まあ、いつもよりはねちょっと袋は小さめなんですけど数は多めです。ということで1個目がこちら、チュルン、こちらカービィのポケットティッシュ。あれちょっと待って、値札とかないんだけど。あれ値札ない、ちょっと待って、ちょっと待って、値札ないんだけど、なんでちょっと待って、俺開封してないんだけど、値札ないんだけど、あれこれもともと値札なかったのかな、そんなことはないよね。あれまあ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 いいや。なのでちょっとね、品番わからないんですけど、そんなことある？まあ、これがね、確か99円でこちら売っておりました。99円でね、これ3種類の2個ずつ入ってるんですけど、いやもうこれ見てほら、可愛すぎんこれ。カービィシリーズのこのワドルディがね、めちゃめちゃ好きなんですよ。で、これなんで買ったかっていうと、いろんな柄があって、後ろ見たらさ、ワドルディ率が高いわけよ。もうマジやばいよね。一番下なんかワドルディともうカービィのもう2セットよ。しかも水に流せるタイプってめっちゃ便利やん。で、他にもね、スヌーピーとかディズニーとかもいろいろあったんですけど、まあ、今回のこのティッシュちょっとワドルディが可愛すぎて、あえてカービィにいたしました。で、お次2個目に買ったのが、じゃねーん、こちら。こちらのキティちゃんの絆創膏でございまーす。いや、これ結構ね、他になんか恐竜シリーズとか乗り物シリーズとか、結構ね、なんかキャラクターというよりは、ちょっとね、お子さん向きのものが多かったんですけど、その中でも、キティちゃんがね、唯一キャラクターであったんですよ。俺が行ったところは。で、俺ね、ティッシュもよく持ち歩くんだけど、もちろんね、この救急絆創膏っていうのも、本当によく持ち歩いてて、ただね、やっぱりあの、肌色の普通のノーマルのやつって、ちょっと俺あんま好きじゃないんですよ。なので、ちょっと可愛いのがいいなと思って、今回ね、こちらのキティちゃんにいたしました。で、これ中開けてみると、てれーん、こんな感じで出てきました。一瞬ね、普通の絆創膏かと思ったけど、ちゃんと中見たらね、柄が透けてるみたい。ちなみにこれ何枚入ってるの？ M サイズの縦 19mm の横 72mm で、20枚入りだそうでございます。20枚入りでこの価格はお得だよね。ちょっと一回中見てみるね。中見てみると、うわ、見てこれ。めっちゃ可愛いんだけど。ほら、これめっちゃ可愛くない？お子さんとかね、絶対怪我した時にこっちの方がね、ちょっと安心して泣き止んでくれたりするかもしれないから、こっちの方がいいかも。俺も泣き止みます。そしてお次は三つ目。三つ目はね、最近雑誌付録で、白と黒の小やつが、小やつが、付録でよくついてくるじゃないですか。ションでーす！ションでーす！で、まぁ、以前からね、ションのバッグ買ってみたりとかしてたんだけど、やっぱりさ、実際に付録とか使ってみると、ションがね、もっと恋しくなってきちゃうわけよ。ってなるとね、知らないうちに人間って、あの人が恋しくなるなって思うみたいでございます。で、自然に目に入ってきたのがこちら、デデン、こちらショーンのボトルホルダーでございます。で、これお値段がね、めちゃめちゃお買い得で税込み539円で、これね、本当は最初買う予定じゃなかったんですよ。ちょっとなんかマスクとか、あとペットボトルホルダーとか、ちょっとね、そういう小物系のところ行って何かいいものないかなってちょっと見てたら、もう目の前にいたよね。お、ショーンじゃんって、もうなんか勝手に身近に感じちゃって、そこで買っちゃいました。もう決め手はね、ここよ、ここ、ほら、ここのロゴに惹かれてね、速攻買っちゃいました。いや、マジやばくない？羊のショーンのグッズって結構グレーとかのイメージ強いのに、このね、水色ってちょっとレア感ない？かなりレア感あるでしょ。で、これね、ほら、ストラップも結構しっかりしてて、長さ調節できるし、これね、ほら、取り外しができるようでございまーす。まあ、このね、メインのところにポケットがついてるのはわかるんだけど、ここのとこにもね、ポケットついてるんですよ。しかもね、このポケットのジッパー、なんと表だけじゃなくて、裏にもね、ついてるんだよね。すごくない？ダブルジッパーじゃなくて、サイドにポケットがついてる感じ。これ激アツよ。
で、中開けてみるとほら、めっちゃ良くないこれ。なんかあんまりない素材だよねこれ。なんかふわふわのシルバーでもなければ、よくあるね、ウィンドブレーカーみたいな素材でもなくて、もうね、これただただ本当に高品質のシルバーのやつ。見て、めっちゃ ちょっとお水で見づらいな。あ、これで見えるか。で、入れてみるとほら、こんな感じでマジで余裕。こうやってさ、ちゃんと前に下げておけるのめっちゃ良くない？マジで便利よ。しかも意外と重さ感じないのはなんで？めっちゃ良き。これ首にかけててもほら、斜めにかけてても絶対おしゃれじゃん。めっちゃ良くないこれ。そして最後、最後はもう大人気のあの人よ。ドゥルーン、こちらミッキーマウスのバッグでございまーす。で、今回がこちら MK ラウンド切り替え SLD ってやつで、お値段がね、税込みで1419円でございました。まあ大体さ、冬の時ってちょっと荷物多くなったりするけど、夏の時ってなるべく軽量でいきたいじゃないですか。で、今年って結構マイクロバッグとかが流行ってるし、小さめのものもね、結構出てると思うんですよ。でも小さすぎるとちょっと荷物足りないなっていう人とか、かといって大きすぎるとちょっとなんか歩くのに邪魔だなっていう人多いと思うので、こちらのサイズ、ゲットいたしました。でさ、見てこれ。やっぱさ、キャラクターがついてると、おしゃれなのに可愛くなるんだよね。これすごくない？で、まずね、表がほらこんな感じでブラウンのとこあるじゃん。この茶色のところ、この茶色のところがちょっとベロア調になってて、このね、チャームのところもね、ちょっとなんかベロア調のレザー風になってるの。すごくないこれ。で、表にはね、ほらこんな感じでミッキーちゃんがちゃんとついてて、これがマジでオシャレ。しかもほらここチャームつけれるようになってるし、で、今見たらね、これちゃんと撥水生地になってて、コンパクト多機能ショルダーらしい。でね、表の方はこんな感じでなんかいろいろ機能ついてそうなんだけど、後ろはね、逆にシンプルで、すごくね、体に沿うようになってる。この間とかね、この作りがすごい体に沿いそう。で、今回ね、このバッグは持ち手がほら、上に1個ついてて、こっちにもね、ほら、かけれるようにショルダーがついてるんだけど、もうこの時点で 2way じゃん。でも、これ一番いいなって思ったのが、この見えてるジッパーじゃなくて、ここを開けるとさ、ほら、中にメインのジッパーが出てくるんだよね。この隠れてるタイプは、マジで撥水もちゃんとできてて、本当に良きなんです。思ったら別にここに普通にチャームあるじゃん。これがメインのポケットのチャームでーす。ってことで、まずは今回はこちらの外から見ていこうと思います。で、開けていきましょう。オープン。はい、めっちゃスムーズでーす。めっちゃスムーズやん。で、これ中開けてみるとほらこんな感じになっていて、もうね、 iPhone XR も余裕で入っちゃいます。で、メインの方はというと、あ、見て、ちゃんとね、ダブルジッパーになっていて、開けると、めっちゃスムーズです。で、中見ると、ドゥンドゥン、あ、結構広い。あ、中にいる。シンデレダブルマドン。そしてまたちょっと文字少なめのやつ。で、中をね、見てみると、ほら、こんな感じで、こっちのね、外側の方はメッシュポケットがついてて、これね、ジッパーもちゃんとついたタイプでございます。で、中に物を入れてもすごい見やすいし、ハンドタオルだって普通に入っちゃう。で、反対側ね、大きなポケットと、この後ろにね、内ポケットがほら、また1個ついてて、これ長財布とか入りそうだよね。ほら、ちょうど入りました。で、あとはね、メインのところに、ま、除菌ティッシュ入れたり、他のね、大事なもの入れたりするのにね、いいと思います。ちなみにね、これ結構マチが広いから、さっきのね、このペットボトルホルダーも、本当は入れないけど、入れてみて、ほら、普通に入っちゃいました。っていうか、入れてちょうどって感じ。で、これパンパンに入れてみて、これ見てみると、ほら、こんな感じで、めっちゃ可愛くない？ほら、上持っても可愛いし、しかもサイズ感が、ガチでちょうどいい。しかもこのブラウンがあまり見えないところもまた逆にオシャレになってくるよね。ということで、今回は毎週週末恒例の週末島パト活動報告でございました。今回はね、結構可愛いもので揃えてみたんですけど、やっぱり可愛いものとオシャレなものって組み合わせるとマジ最強じゃない？みんなね、週末の島パト活動報告もぜひともコメントにてお待ちしております。もしね、こういうのいいのあったよとかあったらぜひともコメント欄にて教えてね。お願いします。こちらの島パト活動報告動画が良いと思ってくれた方は、高評価とグッドボタン、チャンネル登録をぜひとも皆様よろしくお願いします。気づけばあと100人で1万人。早く1万人いきたいので、ぜひとも皆様チャンネル登録をぜひともお願いいたします。それではまた皆様お会いいたしましょう。バイバイ。